ート3。マジマジワールドに行くにはこのアララ王国を通って、お城の復興に忙しいのですね。カフェオレ女王やダサイダ、元気かしら。ここで1繰り上がって、何この金額ですから。復興にはお金がいるんです。たく、ようやく女王復帰かと思ったら、なんでこんなに毎日毎日お金で悩まなくちゃなんないのよ。もうあらあら、まあまあ、お姉さまはお金が好きじゃありませんか。私はもらうのが好きなの、払うの大っ嫌い。たく、ドンジェノサイも好き勝手アララ王国を壊してくれちゃって。ドンジェノサイってキラキラ神霊界の大神官だったんでしょ。キラキラ神霊界に請求書回してやろっか。だったら苦労ないわね。それは大変ですわね。あんたの性格、時々腹立つわ。はい。おい、レスカ。あ、ダサイダ。ちょっと時間いいか。え？大事な話があるんだ。ダサイダ、今日ヘビメタコは？いや、あいつには聞かせられない話なんで、今日はちょっと置いてきた。聞かせられない話？それって…まあ、それは大変ですわ。ココア、あんたもちょっと席外して。はい？いいから！なんだか知らないけど、わかりました。悪いな、金貸しババア中だったのか。あ、いや、仕事中だったのか。いいな。それより話って？実は極めてプライベートなことなんだけど。え？やだ、それってもしかして。なんだ、その、え？いや、なんか言いづらいな。何？何？いや、今回の冒険中な、ずっと思ってたことなんだ。ダサイだ。1年ぶりに会って、あんなことがあって、それで自分の考えがまとまったんだ。まさかプロポーズ？実は。お姉さま、やっぱりね、ここの計算が違ってます。それにこっちの、あと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 、あ、ちょっとお姉さま、なんか忙しそうだな。あとにしようか。ああ、いいのいいので、さっきの続き。実は。ダーリー、ひどいじゃん。うち置いていくなんて。うちとダーリーはどんな時だって一緒だって言ってたじゃん。メタコ、今日はレスカとお前にも聞かせられない話があって。ダーリー、うちはいろんなことがあっても離れないじゃん。今日は遠慮せんよ。なんか今日のメタコババア入ってたな。あ、今日はやめよっか。いいからいいから、続けましょう。ね、ね。そうだよな、せっかく決意したんだし。よし。実は。ただいま。突然だけど里帰りで。いや、ミルクのやつがさ、仕事休めてうるさくて。やっぱり実家は落ち着くわ。掃除、洗濯、食事の準備しなくていいし。いつもしてないだろ。ああ、そういうことバラすの？そんなことないさ。全国の良い子たちにミルクはたまに食事の準備をしても、カレーとかシチューとかとりあえず煮込んどきゃいいもんしか作らないとか、毎朝朝寝坊してて起きるのは俺やラムネとか出かけた後のワイドショーの時間とか、そういうこと言ってないだろ。言うとりやないけ。にしても里帰りですね。ああ、一句できました。里帰り、江戸の罪人、里帰り。なんた、そりゃ俳句や能手、川柳や川柳。川柳、万柳、奥柳、超柳、超流力。 G1 制覇おめでとう。いやー、やっぱりプロレスですね。プロレスといえばついに新潟で。あれ、お姉様、あんたら出てけー。
なあ、やっぱりやめようよ。今日はね。じゃあ後日ね。待って。エスカ、今日じゃないとダメなの。今日行ってほしいの。私だってずっと待ってたんだけど。ですか。あんたがいない時もずっと出さいだ。分かった。言うから。何ですか。お前出ぶんなよ。結局それかい。うまかかか。聞く結構。